江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本の食や観光は発展途上国レベル、渓谷人、四国人だけが行くんですね、というね、書き込みなんですよ。またなんか文句言ってんのかなというところで、それではですね、こちら書き込みの方を見ていきたいと思います。くーちゃん、お願いします。いざ欧米人は日本旅行あまりしない WWレベルの差で、インターネットで日本旅行記を見るたびに感じるのが、本当にお金がもったいなさそう。特に特色もなさそうで、みんな同じラーメンに天ぷら類に同じコンビニの食べ物、工場で印刷した旅行記のような感じ。本当に恐ろしく見える。マッチ箱マンションが好きな渓谷人の水準には応えるだろうが。はい、ということでね、じゃあですね、こちらに対して渓谷の反応見ていきたいと思います。もう何を言ってるのかさっぱり分かんない。こちら、いや、距離が、渓谷人はブラジル、メキシコにあまり行かない。これと同じ話、わらわら。行かないっていうより行けないって言った方がいいね。時間も距離もあるしね、お金もかかるしね、日本旅行はあまり行かないけど、日本料理はフランスにお店が多いです。ヨーロッパに行ったら一番よく見られるアジア料理店が中華レストランで、その次は日本料理だけど、それでも北東アジアの中で西洋人たちが日本にたくさん行くんじゃないですか。渓谷人が四国、日本にたくさん行くのは近い国なので旅行の難易度が低いからだ。我が国が発展途上国だというのに、西洋の人々は日本に熱狂してます。距離の概念がないのか。ないんでしょ、もう異空間の人なんだよ。知ったふりをしてこんなことを何気なく言って、また反日性 X 病にかかったのか、同じ群れが相槌を打ってくれて自分の言ったことが上事なのか、4月に正しいと勘違いしてる、わらわら。コスパ料理を食べてまずいと大騒ぎするんだろうね。あ、安い料理だ。インターネットで旅行記を見ないで3、4週間ぐらい時間を作ってあちこち回ってみたら考えが変わると思うけど。来なくていいです。国別ミシュラン母数、1位フランス732、2位日本729、3位イタリア360。ミシュランがいつ渓中発展途上国を代弁したのか、わらわら。星の数も全部足すとそうなるってことか。行かないのが当然です。飛行機代だけでいくらかかると思ってるんですか。無泊2日の飛行機で過ごすのにふざけてるんですか。南米、先月、道頓堀に西洋人が多すぎてびっくりしたけど、渓谷にはこんなに来てくれない、わらわら。道頓堀はそんなに、あれですか、西洋人が多いんですか。その前に何来てんの。西欧で一番好きなアジア国家が日本だ。これは50年間変わらず。世界各国の好感度イメージランキングで、日本はドイツと順位争いをする唯一のアジア国家である。我が国は10年前から着実に上がってきている。すぐに誇らしいと自慰するのが間違いではない。ところが人に勧めるとそれは狂乱になる。あなたは今狂ったことをしているのだ。はい、ということでね、それではですね、こちらチャットの反応いきたいと思います。はい、それではね、上の方からいきますかね。またどこの異次元の人なんでしょう、わら。人数だけで見てんな、渡航距離ってものを理解していないな。そこしか行けないんだろ、わら。いや、この間イベント会場でめっちゃ欧米人いう見たぞ。欧米人がコンビニ行くのはアニメで見たからだよ、わら。あれ、どっかの国に最近日本外作ったって聞いたが、結構日本には数日間滞在して満喫してる外国人隊員だよ。日本に来たこともなく日本食も食べたことのない奴らが言っている。東京は江戸時代から世界一の大都市だったんだぞ、知ってるか。日本はご当地名物とかあるからどこへ行っても楽しみだけれど、ゲーってどこへ行っても同じ赤い料理でしょう、わら。トンカツとトンカツの差が全てに反映されていると考えればわかりやすい。鶏黒人ばかり大量に来るから泊まる場所がないんだろう。文化が違うのですよ。西洋人はリスペクトしてくれるんですよ。
少なくとも警告みたいに犯罪イベントがないので面白くないかもね。だって西洋人の休暇は4週間まで取れるから距離は関係ないんだよ。お忍びでキアヌ・リーブスやらインフルエンサーやら来てるみたいだけど、そば通っても気づけない自信ある、わらわら。日本はラーメン屋ですらミシュランに掲載されるってのにね。道頓堀まで来てんじゃねえよ。何、道頓堀来店だよ。自分だけの国みたいに日本を語ってんじゃねえわ。一度行ったら二度と行きたくないって西欧のみな三味評判の芸。豚骨ラーメンや。お前らと C のせいで東アジアは世界から嫌われ始めてるんだが、自覚ないのか、わら。お前ら福岡に行っても一蘭だけ食べて帰るんだよな。日本に来てもいきなり前蹴りなんてされないもんが、わら。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。